岩川健さん73歳屋久島のガウディ。屋久島生まれ屋久島育ち、50歳で定年退職後、一人で黙々と民宿双葉亭を作り始めます。でサラリーマン辞めて50歳の時ここ始めたんですけどね、まあ自分が今の時いっぱいやるためですよ。最初は誰も本気で相手にしてくれませんでした。でも健さんはこんな不便な場所にこそグローバルな魅力がある、そんなビジョンがありました。普通のプロが作ったらそれなりにピシッと作るわけ。健さんは大工の修行をしていません。建築図面もなく、作りながら本能で完成像をイメージしていくのです。屋根は健さんが子どもの頃見た屋久島の伝統的な様式をアレンジしました。20年後、双葉亭は細部にまで魂が宿った壮大な美術作品になりました。その伝統性やアート性に惹かれ、今や宿泊客の3割は外国人観光客。アーティストのビョークも1週間宿泊していきました。ここ星もすごいし、また月もすごいんですよ。満月の夜なんか素晴らしいですね。だからまあそれをいかに、まあ、無限の資源を大事にするかという私の思いですけど、そうですね。双葉亭の目の前の浜はウミガメの産卵場所です。ここのですね、田舎浜は神様も産卵に来るし、子供たちもみんな海水浴に来たり遊びに来たりする浜なんですよ。ですからお風呂では使うシャンプーとかああいうのはみんな植物性ですね。トイレなんかも水性にして、みんな今を見流すじゃないですか。だけど私はまあせめてこの田舎浜だけでも水洗じゃなくて汲み取りにして、浜を汚さないようにと思い出してますけどね。私はまあ大事なことは発想の転換。私はここにね、もしこうこじゃれたのを作ってたらそれだけですよ。だからやっぱり発想の転換をしたらいっぱいやることはあって忙しいと思いますけどな。屋久島のガウディ、健さんの創作は今なお続いています。双葉亭はまだ完成していないのです。Thank you.
屋久島にしかない森に出会う。屋久島にしかない海に癒される。屋久島にしかない宿でくつろぐ。屋久島のローカリズムを極めると、グローバルな魅力にあふれる日本の宿になりました。屋久島双葉亭。